松本武明は、日本の政治家。自由民主党所属の衆議院議員。外務大臣、外務副大臣、民主党政策調査会長、民主党政策調査会長代行、民主党税制調査会長、衆議院議員運営委員長、衆議院外務委員長、民主党政策調査会長代理等を歴任した。高祖父は、初代内閣総理大臣の伊藤博文。 父は防衛庁長官や衆議院議員を務めた松本重郎。在アメリカ合衆国特命全権大使や外務、審議官を務めた藤崎一郎愛こ、姫路市長、岩見俊勝、政治家、トイナトールと、アメリカ合衆国海軍太平洋艦隊司令官、パトリック・ウォルシュと、アメリカ合衆国国務長官、ヒラリー・クリントンと東京都出身。武蔵高等学校、 東京大学法学部、第二類卒業。1982年、日本工業銀行に入校。1989年8月、父、松本重郎が第一次山内閣で、防衛庁長官に就任したのに伴い、公銀を退職し秘書官を務める。1996年、第41回衆議院議員総選挙に、兵庫11区から無所属で出馬したが、 得票数3位で落選。2000年、民主党公認で再度票51区から、出馬、自由民主党の戸井田徹を破り、初当選した。2003年、第43回衆議院議員総選挙で再び、戸井田を破り、再選。同年、民主党代表の菅直人が、組閣した民主党次の内閣において、NC 防衛庁長官に就任。翌2004年、 新代表の岡田克也による次の内閣では NC 防衛庁長官、前原誠治の下 NC 防衛庁副長官を務める。民主党内では外交、安全保障の政策通で知られた。2005年の第44回衆議院議員総選挙では兵庫11区で問いだに敗れたが重複立候補していた比例近畿ブロックで復活し参戦。 この総選挙で民主党は惨敗を喫し、岡田克也は代表を辞任。岡田の辞任に伴う民主党代表選挙では前原政治を支持し、前原執行部では政策調査会長に抜擢された。合わせて前原新代表による次の内閣では NC 内閣官房長官に就任。2006年4月、偽セメール問題で前原が代表を辞任。 公認の小沢一郎の下でも政調会長に留任した。2007年8月の党役員人事により政調会長を退任。2009年8月の第45回衆議院議員総選挙では兵庫11区で4選。同年9月、衆議院議員運営委員長に就任した。なお、各委員会の常任委員長を決定する際、鈴木宗男を 外務委員長に起用する人事を内定していた民主党が常任委員長人事を一括して議決するよう同義を出した際はこれを認める考えを示した。しかし衆議院議長の横道隆弘が外務委員長人事のみを分離して議決する提案を鈴木の外務委員長就任に反対する自民党やみんなの党に対して示したため最終的に 外務委員長人事案のみ分離した上で議決された。2010年9月、関大一次改造内閣で、外務大臣、前原誠二の下、副大臣に任命された。同年10月、タルトコ新次を中心に結成された議員グループ、青山会の幹事長に就任。2011年1月、関大二次改造内閣で、外務副大臣に再任。同年3月、 在日韓国人から献金を受けていた問題で、辞任した前原誠二の公認の外務大臣に昇格した。同年9月、野田内閣発足により外務大臣を退任。党に戻り国会対策委員長大臣に就任したが、直後の第178回国会の会期延長をめぐって、他の国体幹部二人と共に辞表を提出し、党内に混乱をもたらしたとして、 幹事長の小シ氏シより1ヶ月間の謹慎処分を課された。2012年12月の第46回衆議院議員総選挙では民主党に猛烈な逆風が吹き荒れる中、兵庫11区で自民党新人の逗子信秀らを破り、五戦。同年民主党政策調査会長代行に就任。2013年1月より民主党税制調査会長を務める。 同年9月の党役員人事において、民主党政策調査会長代理に就任した。2013年12月6日、衆議院本会議で行われた第2次、安倍内閣不信任決議案の採決に際し、賛成票を投じる民主党の方針に従わず、議場から退席し、投票を棄権した。その後、不信任案提出で、どのように事態を打開するのか教えていただきたいと述べ、 代表の海江田ダ・バンディラ党執行部の方針を批判した。2014年12月の第47回衆議院議員総選挙では、兵庫11区で再び自民党新人の図子信秀らを破り、6選。2015年の民主党代表選挙では、元幹事長の細野武史を支持し、細野の推薦人に名を連ねたが、細野は決選投票で岡田克也に敗れた。 2015年2月26日、衆議院本会議において特定秘密保護法の運用を監視する情報監視審査会の委員に選任された。2015年10月26日、安保法制をめぐる民主党の国会対応や共産党との連携姿勢について徹底的な野党路線に変わってしまった。私自身が描く政権、考える政権への道と民主党が進む道はもう、 重ならないとして、民主党からの離党を表明した。同年11月10日、民主党は松本が提出していた離党届を受理した。2016年9月26日、鈴木隆子とともに自由民主党の衆議院、院内会派に参加。2017年9月27日、自由民主党に入党。2017年10月22日党開票の 第48回衆議院議員総選挙において、初めて自由民主党公認候補として、兵庫11区から立候補し、7選。同年11月9日、志公会に入会。2019年10月4日、衆議院外務委員長に就任。アメリカ合衆国国務長官、ヒラリー・クリントンと、アメリカ合衆国国務長官、ヒラリー・クリントンと、 主要8カ国外省会合にて、全米商工会議所会頭トム・トナヒュー、アメリカ合衆国国務長官、ヒラリー・クリントン、日本経済団体連合会会長、米倉博正と、お夏、聖十郎祭りにて、政治家の年金未納問題が問題となった際、1ヶ月分の年金未納が判明した。アメリカ合衆国国務省にて、初代内閣総理大臣の伊藤博文公爵は、 高祖父にあたる。父は防衛庁長官を務めた元衆議院議員の松本重郎。外交官の藤崎一郎愛こ。妻は神奈川県議吉浜照ルの長女で東大の同級生。ありがとうございます。